リーハみたいな、うん、イエーイ。はい、じゃあね、皆さんね、もうね、この群馬サファリワールドがね、開園してね、今年でね、43年経つんだよ、ね、もう古いんだよ、ここね、日本のサファリの中でもね、すごいね、古い方なんですよ、ね、アニメキリン、わかる、うん、じゃあね、僕ね、キリンのね、この身長は何センチあるかわかるかな、身長。身長何センチ？身長ね、4メーター50なんだよ、これ、ね、大きいでしょ、ね、じゃあね、これね、お勉強になるからね、よく頭の中でね、お勉強していこう。角は何本ある？キリンの角って何本ある？2本、ブーブーだね。3本ある。見た目が2本に見えるけど、その間に1本ないかい？あるある。1本あるだろ、うん、下、2本と2本の下に、下のところに。あとね、その2本の後ろにちっちゃいコブみたいのが2本ないかい？うん、わかんない？ちっちゃいコブみたいなのが2本あるんだよ。うん、キリンってね、僕ね、勉強してて、キリンってね、角は5本あるんだよ。ね。うん、お勉強になったでしょ？ね。5本あるね。すごいでしょ？これね、選んだって牛の仲間ね、牛の仲間なんだよ、角が生えてるね。あの角がね、ちょっとくねってるでしょ、これね。これはメスね、ぐるぐるってくねってるのがオスだよ、ね。うん、シマウマはね、また説明するよ、ね、帰りね、これシマウマね、はい。これね、いい？皆さん、美女と野獣知ってる？ね、ディズニー映画ご存知でしょ？美女と野獣の、これが野獣なんだよ、モデルになったんだよ。ね、うん、野獣だよ。これがね、あの、モデルになったんだよ。ね、ここでね、草あげるんだよ。ね、野獣に。食べ来るかな？ね、今、野獣だよ。うん、これ野獣。ちょっとあげて、ここでね、草あげてやって、半分ね、半分取っていいかね、半分ずつ、うん、ね、草あげてやって、草を出すと食べるよ、草出すと、うん、はい、ね、これはね、噛まないから安心して、ね、手は噛まないよ、ね、多分ね、右にも来るよ、右にも来たよ、ほら、運転席側にも、うん、運転席側にも来たよ、ね、ほら、運転席側に来たからあげたいね、ね、あの、うん、半分取っててね、半分はほら、ウォーキングゾーンでね、皆さんね、あげられるからね。うん、ほら、写真撮って、いいとこね。顔ね、ほら、顔がなかったね、これね。野獣だよ、僕ね。でもね、優しいよ、これね。うん、牛の仲間だから。ね、大丈夫だよ。ね。ね、写真撮れたかな、大丈夫？撮れた。ね。
はい、じゃあね、日本刀入りましたね。じゃあね、皆さんね、ちょっとね、この左右トタンで、ほらグリーンでトタンで囲ってあるのが分かりますよね、ずっとね、ちょっと高いところにね、これね、すごい電流が走ってるよ、猿が逃げないようにね、この先にね、はい、これね、日本のワグマ、月のワグマね、あのね、あのお腹がね、見せるとね、ちょっとね、斑点がね、月のようになってるんだよ、白くね、だから月のワグマって言うんだよね。ペロッとされた。うん、ペロッとされた。ベロッとされた？手ベロッとされた？
だいね。はい、じゃあね、僕ほら私かな、ラクダがいるよ、ほらいっぱいね。このラクダね、コブが1個あるね、背中にね。だから一コブラクダって言うんだよね。今日出てたね、よかったね、ほらね、これマレーバクって言うんだよ、ね、あのね、あったかいところの水辺に暮らすね、動物ね、ね、マレーバクね、これね、熱帯の動物ね、寒さにね、非常に弱いんだよ、ね、まあ、だから夕方のね、最終便がね、3時ごろ、これ、3時ちょっと過ぎこれ通ったけど、もう出てないよ。右側のオスね、あれね、角が1本欠けてるの分かります、ね、あれね、自分から落ちちゃったんだよ、ね、そしてあのコンクリートにぶつけて、手前がメスね、メスがね、メスがね、13歳、オスが13、ね、11歳ね、あのね、オスがね、ちょっと2週間前からね、機嫌が悪いんだよ、じゃあね、皆さん今年は何年ですか？トラね、はい、白いトラがいますよ、ほらね、ホワイトタイガー、ほら見て、石の上見て、石の上ほら、ほら、また近くに飛んでるよ、ほらね、これおすすめの。これね、世界でね、250社いないんだよ、ね、でもね、日本でね、約30いるんで、ね、そのうちのね、群馬サファリにね、10頭いるんだよ、10頭いるんだよ、すごいでしょ、ね、今2頭だけデビューしてるけどね、あと、出たね、ほら、これメスね、ね、もうジープで追ってるでしょ、夜になるとね、もう活発に動くよ、夜行性だから。ほら、肉を食べ、ほら、起き上がったよ。ね、起き上がったね。はい、じゃあね、来たらね、トングでね、あのね。
ブーバーしてるね、これ。食われるっていうやつ。これはすごいわ。エドのライオンになって。